今日これ作ります。武蔵野うどんですね、つけうどん、まあね、これ埼玉の名物みたいな感じですかね、肉汁つけうどんって。ちょっとこれをいってみようかなと思います。円座っていうんですかね、武蔵野系です。できました。こんな感じですね。武蔵野うどん円座ですか、肉うどんですね。こううどんがちょっとうまそうな感じで、パクチーサラダも一緒にいきます。こんな感じで今日は行っています、ね、なんかこう熱いので肉つけうどんでいきます。じゃあ今日は喉越し生いきます。美味しいですね。じゃあまずパクチーサラダからいきますね。ナンプラーとごまドレッシングです。まあまあまあこんなんですよ。癖のある感じですね。じゃあこの肉つけうどんですか、スープからいきますね。結構甘いな、スープ。うどんね、うどんなんかうまそうなうどんなんて何もつけずにいってみますね。歯ごたえがめちゃくちゃいいですね。つけうどんにしていってみます。あ、うまい。これもう文句なしにうまいっすよ。甘い系のだしですね。うまっ。コシがめっちゃありますね。いやー、だしもうめえな。じゃあ最後にいきます。うまっ。じゃあゆっくり食べていきます。今日はね、天気いいですね。昨日と打って変わってすごい天気いいですよ。しかもちょうどいいっすね。23度ぐらいですか、今25度いかないぐらい。もうほんと一番いいですね。これぐらいがもう最高じゃないですかね。湿気もあんまないし。これが続いてほしいですけどね。昨日みたいにね、雨ガーッと降ったりとかね。曇り空じゃなくて、これぐらいカラッと晴れて、湿気もこれぐらいで、温度もこれぐらいっていうのが、一年中続いてくれたらもう日本は最高だなと思うんですけどね。これね、なんだっけ、綾瀬はるかさんって人気あるじゃないですか。綾瀬はるかさんとのコンビが見たい男性俳優っていうので、1位は、ぶっちゃけ木村拓哉さんだったんですよ。じゃあ、たけるくんはどうなのかっていうと、たけるくんも入ってるんですよね。ドラマ、元彼の遺言状で、大泉洋とのコンビが話題の綾瀬はるかに注目。なんか、でも視聴率は結構苦戦してるんですよね、あれね。明日ですけどね。10代から30代の女性100人に綾瀬はるかとのコンビが見たい男性俳優についてリサーチ。2位になんと7人が2位が7人もいたってことね。そういうこと、ね、なのでこう7人が2位だったから、それ以外は9、だからあんまりあれなんでしょうね、人が投票してないってことなんでしょうね。なので9位がいっぱいいるってこと。9位には西島秀俊さん、松坂桃李さん、松下洸平さん、横浜流星くんと一緒に佐藤健くんらしいですね。ドラマ義母と娘のブルースシリーズで、綾瀬はるかに思いを寄せる青年役を演じていた佐藤健には美男美女ですごくお似合いなので、同年代ぐらいなのでバディを組んでほしい。あ、年代が同じぐらいのバディを組んでほしい。まあ、でも綾瀬さんがちょっと上かな、確か3つ4つ上ですよね。4つぐらい上なんじゃなかったっけ。ただまあ、まあ同世代ってとはいえ、やっぱちょっと先輩ですよね。義母娘が良かったから、など、サイドの共演が、続いた。まあ、それ以外にもなんかね、共演した映画が確かありましたよね。まあ、ちなみに、竹野内さんね、この同じ、あれですよ。義母娘は。ああ、なるほどね。上位はね、最高な二人とかね。2位には、阿部寛、竹野内豊、向井理、斎藤工、山田孝之、中村智也、綾野剛の7人が同率。ドラマ、義母の娘シリーズで、綾瀬はるかと夫婦役を演じていた竹野内豊には、美男美女で お似合いだから、ダンディーな人と会うから、という声や、年の差があるのでどんなコンビになるのか見たい、想像がつかないから、という声もあった。ああ、竹野内豊だと50ぐらいでしたっけ。まあまあね、いい年齢で、ね、渋いですよね。義母娘の、新春スペシャルですけど、あれでね、たけるくんと、綾瀬さんが、噂になったじゃないですか。ま
でも一瞬でしたよねと思います。やっぱ共演するとすぐそういう話題になるなと思ってて、で今度は長澤まさみさんですよね。長澤まさみさんとも出るだろうし、それが終わると今度はネットフリックスのね、ファーストラブ、もうあっちはもう撮影終わってますからね、とっくにね、クランクアップ終わってるんで、どう出るかちょっと見たいですけどね。ネットフリックスだから番宣もないでしょうしね。かといってね、モネちゃんとの匂わせとかシンクロはね、止めどなくあるので全然共演もしてないのに、止めどなく匂わせはね出てるし、まあもうそろそろシュガーもあるでしょうからね。それで今度はどういう発見があるのか、どういう何を言うのかっていうのももうまた楽しみだなと思ってますけど、そんな感じでやってきます。リリースリリース、あ、行くの、帰んの、こっち来い。洗濯物が干してあるけど、ね、木と一緒にね、自然と一緒に言うね、今ね、はい、来い来い、こっち来い、はい、こっち来い、こっち来い、行っちゃうの、あ、行っちゃった。